ORE というあの国際獣疫事務局が、この、まあ、動物の病気を検討している機関ですが、ここが作り出すグローバルスタンダード、これはアメリカ基準を世界基準という、そういうようなものでして、これは日本の、あの牛肉問題について非常に大きな悪影響を及ぼしているという、そういうことを私たちは感じています。The G8 has put priority、on corporate activities and paid no attention to environmental destruction. The G8 leaders set global warming as a major subject of discussion and already expressed their decision to solve it. However, their policy on climate change will inevitably raise new problems, including acceleration of more risky or speculative carbon trading or promoting of nuclear energy. G8 は企業活動を優先して環境破壊を黙認してきたというふうに私たちは考えます。確かに今年の G8 では地球温暖化が主要議題とされて、その解決が宣言されています。日本政府もパフォーマンスとして何か、独自の提案をして、それで、日本政府は頑張ったといった、そういう成果を出したいと思っていると思いますけれども、しかしその中身が問題です。その対策として今後原子力発電の積極的な推進を特に日本企業は言ってくるでしょうし、日本政府もそれを後押しすると思います。それから CO2 の排出権取引、これがまあ日本は立ち遅れていたわけですけども、これをどんどんやっていこうということが今あのニュースで流れておりますが、こういうふうな新たなビジネスチャンスを作る、そういうあの効果しかない、こういったものではないかというふうに私どもは懸念しています。The G8 has pushed ahead withデレギュレーション、privatization of public services has allowed profit-oriented private companies to start commercial services of rail, mail, or medical care. Accordingly, persons who don't get access to services required for their life are increasing in number. In addition,Liberalization of capital investment or finance has made money gain more active, leading to such chaos as currency crisis in Asia or subprime loans. この G8 が進めてきた規制緩和は、公共サービスを民営化し、鉄道、郵便、医療を民間企業に開放してきました。この結果、生きるために必要なサービスさえ受けられない人々が増えているわけです。また、資本投資、金融の自由化はマネーゲームを横行させ、アジア通貨危機やサブプライムローン問題などの混乱を引き起こしてきました。このサブプライムローン問題については、今年の、財務省の会合とか、もうすでに、行われておりますけれども、7月の会合でも大きなテーマになると思われますが、これはこの間の G8 が進めてきた規制緩和策、あるいはマネーゲーム推進のこういった考え方が示している矛盾を象徴的に表していると思います。こういうふうな方向だけで検討しようという、こういう姿勢は全く問題を解決しません。そういうふうに私どもは考えております。And the G8, who formerly built a colony in many regions, have responsibility for numbers of wars or armed conflicts. And in the name of the war or terrorism, the G8 has derived life and freedom of people and violated human rights
by mobilizing domestic or overseas police or military forces。 でその他この G8 が進めるテーマというものは安全保障問題あるいはテロ治安対策という形でもっての人権侵害、こういったことをさらに推し進めるのではないかというふうに私たちは危惧しています。こういうふうな認識のもとで私たちは活動を続けてきています。Number three, characteristics of our groups. 3番目に私たち の, この自衛党と連絡会の活動の特徴なんですけれども、Number one, we have not much money. 非常に資金がないというのが私たちの特徴でして、Maybe our activity based on the, our voluntarism、なんですね、お金がないので、みんな手弁当で、やってるというのがまず大きな特徴だというふうに言えます。ということはスポンサーがないので、まあ、逆に言えば何でも言えるというそういう強みはあるわけですね。And、gathering individuals or organizations questioning the G8 summit itself. And our groups has an open network. そして最初にも述べましたように私たちには G8 の在り方にそのものに疑問を持っているという人々が集まっているわけでして、またこれも最初に述べましたように緩やかなネットワークを作っているということが特徴です。And non-violence activities、そして非暴力を私たちは訴えたいと思います。いろいろな活動をこれからもしていくわけですけども暴力に訴えるってことはしないということで私たちは意思一致をしております。 And in 北海道 we will hold some seminar first July to 5th July by a working groups for example military poverty trade finance public service debt climate change agriculture food gender。そして私たちは北海道で7月1日から5日にかけて、テーマ日を決めて、軍事とか貧困、貿易、金融、公共サービス、債務、気候変動、農業、食料、ジェンダー、こういった問題を取り上げていきたいと思っています。それから5日の日には他のグループと一緒になると思うんですけども、札幌での大きなデモを企画しているということがあります。で、We have a website and we hold many study meeting。 で、私たちはホームページを作ってこれから充実させていきたいと思っておりますし、また各種学習会で、先ほど述べましたような G8 の問題点を、人々に訴え、また自分たちもこれを考えていくということをこれからも続けていきたいと思います。で今後の活動としては今日明日の国際調整会議、が一つの大きなイベントでしたけれどもそれ以降もさまざまなワーキンググループによる活動が予定されておりますし、そして7月にはサミットに開かれる前半に7月1日から5日に活動をし、またその後も北海道のいろいろな活動にも組織的ではありませんけれども主体的に参加していくということが考えられていると思います。
以上が私たちの活動の特徴です。 Thank you very much.